大倉御所は、鎌倉時代に、相模国鎌倉大倉郷の地にあった、源頼朝の邸宅、大倉御所、大倉幕府とも、自称4年から上級元年まで39年間、鎌倉幕府の将軍の御所であった。源頼朝は自称4年8月に挙兵し、10月に鎌倉入りして、拠点を大倉に定め、 大場景義を担当として新たな館の建設が行われた。当初は、父みなもと義友の屋敷があった亀ヶ谷が候補地であったが、手狭であり、義友の母体を弔う寺院もすでに建てられていたことから、大倉の地になったという。この地が選ばれたのは、大倉が鎌倉の外交六浦と鎌倉を結ぶ六浦道沿いの地であったことと、 詩人層を後であったことが挙げられる。道内には、神殿、大野屋、侍所、馬屋などがあり、東、西、南、北に門がある一般的な貴族の神殿作りであった。頼朝廃家が控えていた侍所は、貴族の邸宅のそれの2倍の大きさの18軒、馬屋15軒で、欧州の名馬30頭を収容できる規模であり、武家の総帥の邸宅としての特徴が見られる。 そしてその近辺には御家人の宿館が立ち並んでいた。御所内には御神所などの私的な区域と公的な区域があり、政務は門中書や表情を行う、西中門牢、内馬や侍場などで行われた。頼朝は同年12月12日に、かずさ広の屋敷を出て、完成した神邸に入る儀式が行われた。多くの武士たちがこれに従い、 出資の場である侍所には311人が2列に居並び、侍所別島に任じられた和田義盛が帳簿に出血を記録した。東鏡は、これから以降、東国の人々は皆、頼朝の徳ある道を進むのを目にして、鎌倉の主として衰退することになった。と記している。それまで鎌倉は、漁民や農民のみが住む偏僻なところであったが、 この時に道を整えて、村里に名前を付け、家屋が立ち並ぶようになったという。研究2年3月4日、憲法元年5月2日に消失し、その度に同一敷地に再建されたが、上級元年12月24日の消失後は、再建されず、その後の将軍御所は、大倉北条義時邸内南方の仮御所を経て、宇都宮寿司御所、若宮王子御所と四点している。 ただし、鎌倉市創設編は、上級元年以降に一旦再建されたとする説を取っている。この問題は、北条義時と姉、雅子、そして三浦義村の三社間の清掃でもあった、上皇二年正月から翌年にかけての将軍御所の敷地拡張問題をめぐる、あず鏡の解釈にも影響を与えている。石井清文。 鎌倉幕府連所制の研究岩田書院2020年 ISBN 978から4から 866020907P22 から28.51から52ありがとうございます。